ノルウェー海は大西洋の一部で北海とグリーンランド海の間の海。南東側にスカンジナビア半島、ノルウェーの陸地が位置する。ノルウェー海。赤はイホの定める境界。国際水路機関の定める66の海域の一つである。国際水路機関の定義によればその境界は以下の通り。北東でバレンツ海と 南に北海及び北、大西洋と西にグリーンランド海とそれぞれ接する。ノルウェー沿岸はフィヨルド地形のために多くの島がある。ノルウェー海の主要な島としては以下がある。は、イホの定義において境界を構成する島である。北、大西洋海流とノルウェー海流断流の北、大西洋海流が海域の南西から 北東方向へ流入しているため、高緯度地帯に位置しているにもかかわらず、冬季でも流氷などはない。ノルウェー沿岸においては、海底油田開発も行われている。ディミッツ s ブ f o c e ン n シーズ、サードエディション、インターナショナルハイドラグラフ n a l Hydra g r a p P72011 年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年4月20日閲覧 ディミッツオブオーシャンズシーズ、サードエディション、インターナショナルハイドラグラフックオーガニゼーション、P6 から7、2011年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ、2012年4月20日閲覧、ノルウェーのエネルギー事情、ありがとうございます。